皆さんこんにちは、ゲーミングお母さんチャミです。私は朝からずっとそわそわしています。今日は3月8日、そう、4分の1煉獄さんが届く予定なんですが、8時から12時の希望配達時間指定しておりましたが、今12時55分です。まだ届いておりません。佐川にも電話しました。確認しますとのことでした。もう本当にじらしとかやめて、普通に持ってきてよ。私がどんだけこの日を楽しみにしてたかわかる？とはいえドライバーさんにもいろいろ事情があるんでしょう。しばらく待ちたいと思います。来た。はい、さあキミです。あ、はい、はい。1時過ぎやね。すぐに開けたいと思います。そこ、というわけで無事に届きました。心配したよ。今日の夜から鬼滅祭に行くために深夜バスに乗るんですよ。だからもうそれまでに撮影して編集してアップロードしたかったんです。どうしても今日中に。この喜びは今日だけのものだから。だから心配したけど届いてよかった。本当ご無事で何より。ちょっと箱穴開いてるやん。大丈夫？無事に本当に届いてるんやろうね。もう頼むよ。では開けていきたいと思います。開ける前に一言だけいいですか？もうめちゃくちゃでかくないですか？すごいですね。でかすぎる。ものすごいでかいですよね。でもやっぱり4分の1ですもんね。4分の1、とんでもない買い物をしてしまいました。私は煉獄さんの身長が177センチ、その4分の1なので40センチちょっと、正しくは 44.25センチ の大きさになっているということなんですけれども、ちょっと私これ顔が見切れますね。完全に開けていきたいと思います。納品書が上に貼り付けられていました。アニメ鬼滅の刃無限列車編煉獄杏寿郎4分の1スケールフィギュア、価格が65,000円、送料660円ついています。サービスして欲しかったぞ。まあそれはさておき、開けていきましょう。ちょっとこのへこみが気になるんですけどね。私は気になるんですけれども、開けていきます。なんかすんごい石鹸の匂いがするんですよ。石鹸と一緒に運んだんですかね。すんごい石鹸のいい匂いがしてます。よっよっよっ。お、ちょっと待って、こんな感じになってます。ちょっと開けてみましょう。おお、ちょっと待ってくださいよ。いかにも高級なものを包む時のあの薄い紙がついてるじゃないですか。薄い紙がこうやってズボンと抜くってことなのかな。よし、行ってみますね。わあ、めっちゃ
ん失敗したら一巻の終わりだ。ちょっと待って、出にくい、めちゃくちゃ出にくい。誰か助けて。誰もいない。自分でやるしかない。いきます、引っ張ります。あー出てきた、よいしょ、出てきたぞ。もう出産やね、これ出産レベルよ。うわーすごいすごい、ちょっと待って、すごい、わわわわわわわ、きた。ちょっと待って、よっ、よっしゃー、来ましたね。ようやく箱から出しました。まだちょっと薄い紙がついてるので、これを剥がしていきたいと思います。これはビリビリになってもしょうがないですよね。これはしょうがない。開けていきます。わーすごいすごい、ちょっと待って、めちゃくちゃ高級感あるじゃない。うわーわわわわわわわ、出ました、すごい。いろんな会場で煉獄さんはお見かけしてたんですけれども、箱は私初めて見たので、こんな立派な箱に入れてくださってたんですね。うわー、めちゃくちゃ嬉しいです。まずちょっと箱から見ていただきたいと思いますけれども、真ん中に鬼滅の刃というね、このかっこいいロゴが入っておりまして、その下に煉獄清次郎4分の1スケールフィギュアと、これちょっと立体的にねプリントされております。一番上にアニプレックスのロゴも入っておりますね。横こんな感じで、後ろもよこんなデザインです。でこちらにもドドーンとロゴが入っております。うわあ嬉しいな、すごい。心して開けていきたいと思います。ちょ見えにくいですね。それではオープン。ちょっと待って待って、硬い。お、え怖い怖い。あ、開いた開いた。来ました。うわ、すごい、こんな感じで入ってるんですか。まずこの説明書が入っておりましたね。ある完成品は完成品だけれども、一応ちょっと軽く組み立てないといけないんですね。よっ。こんな感じで入ってます。あーなんか落ちた、もう大変。ではちょっと開け、あちょっと怖い怖い怖い、よいしょ、またまた引っ張り出したいと思います。おーあーちょっと待って、すごい、わすごいですね。わわー、ちょっと待って、本当にすごい。うわーでっかい、おっきい、すごい。うわこれはすごいですね。よっ、じゃあこれを外していきましょうか。これちゃんとこんな超大型のケースに入っていますね。いきます。おお、おお、うわーすごい、これはすごい。重い、ちょっと待って、すごく重い。うわー、おおすごい、ちょっと怖い怖い怖い、よいしょ。かなめちゃんと日輪刀と台座と煉獄さんの4つに分かれて入っていました。ちょっとこれもこちらに置かせていただきます。はい、めちゃめちゃでかいですね。うわー、すごい、もうすごいとしか言いようがないですね。私今回はもうほとんどなんか感想というか気持ちの言葉しか出てこないかもしれない。これはちゃんとレビューできないぐらい感動してます。うわー、
ここにちょっと空洞があるんですけれども、ベルトのところ、ここに日輪刀を入れるんでしょうか。説明書をまず見てみましょうか。倒れそうで怖い。まずこの台座ですよね。危ないから台座から取り付けた方がいいのかしら。こんな立派な台座、もうお盆ぐらいあるんですよ、大きさが。反対だったりして、あ、スカッと入りましたね。あ、危ない。全然入らないんですけど。全然入らない。どうなってるの。太い方と細い方があるんですね。じゃあよ、太いのと、あ、本当だ、太いのと細いのがある。それでも入らないんだよ、それでも入らないんだよ。あ、入った、あ、なんとか入った、よし、よかった、よし。なんか最後は重さで入ったって感じですね。すごいですね。もう見れば見るほどすごいですね。次は2番、かなめちゃんを左肩の穴に取り付けてくださいと書いてるんですけど、かなめちゃんを、よいしょ、左の穴、こっちですよね、こっちに。あ、穴開いてますね。こんな穴が開いてます。ここに入れるってことですね。こう、いや違うな、こうか、え、違うな、こうかな、え、ちょっと待って、全然形が全然違うぞ。入らない。あ、こうだ。私もう目が悪いから、これが穴に見えて違う穴に入れようとしていた。もう完全に入らないはずです。あと、じゃあにこの日輪刀をつけたら完成ということですね。はあ、日輪刀がこういう感じで入っていくのかしら。あ、え、ちょっと待って、ツボが反対だ。こうかな、じゃあこうですよね、きっと。え、ここに止まるもの、もうちょっとなんか日本だったらサクッと入ってるような。え、こんなもんですか。え、こんなもの、これぐらいしか入ってないんですよ。もっと入るもんですよね。もっと入りますよね。これどうやったら入れるんだろう。角度が間違ってます。こうですか。あ、入った、入りました。今スコッと入りました。はい、いやー、やりました。煉獄さんのフィギュア完成です。いろいろすごいポイントがあるんですけれども、やっぱりね、なんか私はこの後ろ姿がすごいなって思っちゃいます。この見てください、この後ろ姿、この羽織もね、やっぱりすごいんですよ。この超立体的で、だけどこの髪の毛がすごくないですか。これは本当にすごいですよね。かなめちゃんが本当に美しいですね。羽、うわ、めちゃくちゃかっこいいです。手がね、指先がなんかほんのりピンクになってます。わかるかな、このカメラで伝わりますかね。ちょっと後で綺麗に撮ってみようと思うんですけど、こちらの手がこう握ってる部分がほんのりピンク色になってるんですよ。そしてちょっとめっちゃリアルと思ったんですけど、足の指がめちゃくちゃリアルです。なんかもう指の一本一本浮き出てる感じなんですよ。すごい質感というか、本当に爪さえも透けてきそうなんじゃないっていうぐらいのツルツル感で、これ旅なんですけど、もうちょっと現代風のポリが入ってるような伸びる旅あるんですけど、そう、それっぽい感じがしますね。ぐらいぴっちりしてます。ジャストサイズで測れてるんだなぁと私は今びっくりしております。この日輪刀もすごいですね。このプロプリカのこのツバと同じ感じの、まさに同じ感じの質感ですよね。これすごいですね。めちゃくちゃこだわってらっしゃいます。ここはね、全部プラスチックなんですけれども、でもね、デコボコしてる感覚がありますね。先端もぴっかりしていてめちゃくちゃかっこいいですね。日輪刀大きいんですね。こうやって見たら長いですね。うわー、すごい。だってこれが
1分の1スケールですから、これが4分の1になったらこんな感じになるんですよね。そう思ったらすごいですよね。まあ、手はね、でもこの開けてる方は先端ピンクとかになってないんですけれども、とにかく指が長くて私は驚いております。すごい。私たち煉獄の女が大好きなこのどっしりめの足首も見事に再現されてらっしゃいます。こう体腹結構ねルーズめなんですね。こうやって見たらだるーんとしていて、楽に動けるような感じでお召しになってたんですね。このボタンとかも本当にリアルですよね。まさにもう超煉獄さんですね。ちょっと待って、耳めっちゃでかくない？煉獄さん今まではそんなに思わなかったんですけど、耳大きいですね。ちょっと新しい発見。手はねいつも長いなーって綺麗だなと思ってたんですけど、耳がでかい。胸筋すごいですね。ちょっとなんかタッチして申し訳ない気持ちになっちゃったんですけど、この胸筋ですよ。この服の上からでもわかるこの筋肉。この私が大きいなと思ってたマスターライズが後ろの棚にあったので持ってきたんですけれども、見てくださいよこの差を。全然違うんですよ。これめちゃくちゃ大きいと思ってたのにこの差ですよ。本当にめちゃくちゃ大きいです。我が家にもようやく4分の1スケール煉獄さんがやってきてくださいました。私は結構アニメが好きなので、いろんなアニメを見ますし、いろんなキャラクターのこと好きになるんですけれども、今まで、そしてこの先に煉獄さん以上に大好きになるキャラクターって出てくるのかなって思うぐらい、本当に煉獄さんには私の人生を支えていただいたり、生活を豊かにしていただいております。我が家に来ていただいた煉獄さん、これから一緒に年を重ねていきたいなと思っています。皆様のところにももう届いてるのかなと思うんですけれども、届いた方ぜひ一緒に喜びを分かち合いたいので、コメント欄で皆さんの嬉しいハッピーなお気持ちお記しください。そして4分の1スケールの煉獄さんの感想もお待ちしております。というわけでね、今ちょっと締めに入ろうと思ってたんですけれども、この注文してからの1年間すっごいいろんなことをシミュレーションしていたんです。このフィギュアが来たらこんな気持ちになるのかなとか、どこに飾ろうのかなとか思ってたんですけれども、私多分ね感動して泣くと思ってたんですよ。このおやさ優しいお顔とこの立ち姿、かなめちゃんのこの美しさ、その展示会場で見てる時は涙腺うるうるだったんですけど、実際に自分のお家に来ていただいたら感動というより今はもう本当に興奮でしかないんですよ。なので多分ちょっと落ち着いて夜夜行バスに乗る前にね、多分行ってきますってここのスタジオに挨拶しに来ると思うんですけど、その時にもう一回この煉獄さんにお会いしたら、その時にやっと心落ち着いてなんかドワッと涙が出てきそうになるかなとかって思っちゃいました。今はとにかく興奮して、ドキドキしております。はい。というわけで無事にフィギュアも到着したので、今夜夜行バスに乗って鬼滅祭に向かいたいと思います。会場で私のこと見つけたら声かけてくださいね。鬼滅祭思いっきり楽しみましょう。はい、というわけでこのタイム皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分は